京一郎、あれが ACC の倉庫よ。これでも少ない方よ。明日になればもっと増えるわ。意地悪ね。あれは一回だけのマジックよ。あなたにしては身を張ったマジックね。でも残念、あなたから離れないようにおちびに言われてるの。あら、バレちゃったわね。あなたの自慢の銃で反撃しないの？そう思って本物と入れ替えてあげたわ。遠慮なく撃ってみて。あら、一発無駄にしちゃったわね。残りは7発だから、ちゃんと狙ってよ。
さてと、表は片付いたわね。倉庫の中に入るわよ。大体だけどね。私の後ろから離れないでよ。ミーのそばからも離れないでほしいよ、マイシスター。レイジ、お二人さん、いらっしゃい。どうしちゃったんだい、マイシスター。こんな山猿に肩入れするなんて、ミーには理解不能だよ。今なら何もなかったことにしてあげるからさ。さあ、愛しの兄の胸に戻ってくるんだ。はっ、バカもふざけふざけにしなさいよ、この電波変態。ついでに勝手にシスターとか呼ばないように。釣れないな。この世にたった二人だけの兄弟じゃないか。ミーは悲しいよ。はいはい、勝手に悲しんでなさいね。こっちは兄弟という縁を抹消したい気分よ。サガーラ、言うな。マイシスターに変なことを吹き込んだのは。何しに来たかは知らないが、マイシスターを返してもらおう。男城を？のんのん、それは無理な相談だよ。明日にはミーの花嫁になるんだからね。おっとっと、そいつは無理な相談だな。兄弟喧嘩は当事者に任せて、お前の相手は俺だ。残念だが、これが現実ってもんだ。まあ、お前にしちゃ頑張った方だな。慣れないもの持つんじゃない。この距離なら素手の方が有利なんだぜ。逃げて。マイシスターにはお仕置きが必要のようだ。残念、実に残念だよ。ほらほら、逃げるだけじゃコトコもミアも助けらんねえぜ。
コンテナの陰に隠れとって無駄だぜ。お前の息遣いまで手に取るように分かるぜ。だから言ったろう、日頃から怠けてちゃいけねえって。マイシスターかい？ちょっとお板が過ぎたので、お灸を据えておいたぞ。ミーも殴るたびに心の中で泣いたよ。やる気なのか。そういえば、ユウとは一度勝負していたね。ま、あの勝負は残念なことにドローだった。よかろう、今回は特別に再勝負だ。多少の支援めいたものも含まれているが、それは許した。サガーラ、何せ可愛いマイシスターに群がるハエはミーが片っ端から叩き落とすことにしているんだ。さあ、かかってきたもん。これを避けるのか。Thank you.
どうしたい、サガーラ。逃げてばかりじゃ勝負にならないじゃないか。それとも、アルコールがないとミーには勝てないのかい。なんだと？ミーの足が短いというのか？ユウはミーを本気で怒らせた。見たまえ、我が必殺の火竜落石拳。これを食らって立ち上がった者は未だ皆無。グッバイ、サガーラ。だから言ったろ、皆無だと。恭一郎、起きて、起きてよ。
だと？アンビリーバブル。足を蹴散らして立ちなさい。食らって立ち上がるなんて。カウントナインって感じだな。まだやるのかい？相変わらず意地っ張りだな。意地っ張りで見栄を張ってる恭一郎ってセクシーね。ますます好きになったわ。無事にコトコを連れて逃げられたわ。もっと好きになってあげるわ。よく立ったわね。たまにはこういう泥臭いのもいいわ。マイシスター、何度言ったらわかるんだい？気を出さないとでも思っているのかい？今度は私が約束を守る番ね。よくわかったね。あなたは逃げなさい。
とりあえずおとなしくしとろ。京一郎、どこ？どこにいるの？ちょっと、ねえ、ふざけてないで返事しなさいよ。やっぱりこのドアしか出入り口はないのね。ちょっとおとなしくしていなさい。ああもう男の子でしょ。どうしたの？やっぱりあなた最高よ。あんなバカ組織にいるより絶対楽しいわ。ごめんなさい。一目惚れっていうのかしらね。そうね。バーであなたを見つけて一緒に飲み始めてホテルに連れて行った時からかしら。決定的だったのは
路地裏から逃げようとするあなたを見たときよ。お腹を抱えて笑っちゃったわ。多分あの時にはもうあなたに心を奪われちゃったんだと思うわ。もしかして京一郎って私のことを年上だと思ってるのかしら。知らない。さあ当ててみたら、恋泥棒さん。お前ら元気そうだな。適当に殴ったらここに落とすつもりだったんだがな。お前頑張りすぎだ。さあな、そこまでは俺の仕事じゃない。俺の仕事は星崎のバカの仕事を邪魔するやつを排除することだ。ねえ伊達さん、あのバカの2倍の金額を出すわ。こっちにつかない。バカとの契約金は1本だ。そうだな、5倍をキャッシュでなら考えるぜ。2倍でどう？4.5倍。 2.5 倍でどうかしら。4倍だ。それ以下じゃ交渉不成立だ。分かったわよ。3倍。3倍でどうかしら。ま、いいだろう。じゃあ、手始めにここから出してもらえる？この部屋はちょっと特殊でな、ロックの解除装置が中にもあるのが見えるか。いいか、一度しか言わないからよく聞いとけよ。820731だ。ついでに置き土産が来るはずだ。もう少しそこで待ってろ。ついでにこれも持っとけ。聞きたい？
1億。男がそんな小さなことでくよくよしないの。そんなことより